Hi everyone, bonjour à tous. You thought that Japanese music was only modern J-pop? 実は J-pop になる前に歌謡曲というジャンルがあり、特に80年代にアイドル黄金時代でした。もちろん私昭和63年生まれなので自分の世代ではないんですけれども、あの歌謡曲の夏メロを聴くたびによく響いているので、なんか前世日本人ではなかったのかなと思っております。それではまず80年代のトップランキングおよび私の個人的なお気に入りの曲をご紹介したいと思います。また日本のカラオケに行ったらぜひ歌ってみてくださいね。Keep
Thanks for watching. Vous voulez en voir plus? Let's meet chance on the gate.